さあ続いての企画はこちら、パーティーズメンバーの持ち込み企画を叶えましょうのコーナー。イエーイってね、もうなんかもう何が何だかみたいになってますが、さあ今回は誰が誰にということなんですが、今回毎回ね、あの企画持ち込みの人がいてこれをやりたいというこのコーナーでございますが、今回はさらちゃん、はい、何をやりますか、発表お願いします。はい、遠藤美優の将来が心配。じゃじゃじゃ、お客さんもイエーイじゃないですよ。意味がわからないです。聞いてないし。遠藤美優の将来が心配のコーナーって言って、なるほどねってならないんですが、ちなみにどういうことでしょう、さらちゃん、何がしたいんですか。遠藤はなんかステージとかではなんかヘラヘラしてるでしょ。なんかずっとなんか一人でこうやって口を押さえながら笑ってんですけど、それはキャラなんです、キャラ。ちょっと待ってください、これ何ですか、ディスるコーナーみたいな感じです。いや、言ってないです。ディスられてるんですか。いや、ディスってないです。これ、はい、ファンメンバーみんなが思ってることで、はい、まあ、そういうのがあって、キャラで、楽屋で一切そんなことしてないんです、実は。あ、なるほどね。はい、普段のミーは違うよと。そう、それを踏まえて、はい、心配なんで今日は遠藤にガツンって言いに来ました。それが失敗なんで、今日は遠藤にガツンと言いに来ました。はい、やっぱりこれ、何なんですかこれ。公開説教、これみゆちゃん聞いてました？いや、聞いてないです。なんか来てって言われたけど、大変、はいって言って、イエーイって言ったら、はい、遠藤みゆの将来が心配。あ、いいみたいな。あ、いいみたいなね。隣にももかちゃんとせなちゃんいらっしゃいますけども、はい、このお二人、なんで3人ともあるってことですか？いや、私たちもありますよ、普段から。怖すぎませんか？一言、モノモースが。はい、あのだんだんこの、あの前回もそうですけど、このコーナーモノモースのコーナーではないですからね、はい、まあまあでも今回まではね、どういう感じなのかちょっと聞きたいので、はい、じゃあみゆちゃんもね、自覚はないかもしれませんが、はい、ちょっとさなちゃんから言ってみますか、はい、さあ遠藤みゆへのクレーム、ある意味そうですよね、直してほしいってことですよね。はい、一発目こちらです、ズドン、じゃん、はい、人の心を持って遊び事件。これ実験ってつけること、まあまあ、まず内容ですよね。どういうことですか？遠藤美優は、新メンバーが入ってきたときに、はい、積極的に仲良くなろうって思って、話しかけに行くんですよね。いいじゃないですか。それはいいことなんですよ。はい、全然。でも、それが慣れてきたら、なんかその子ほったらかしでもうなんか、そうやって仲良くならないっていうか、なんか喋らなくなるんですよ。そうやって慣れてきたら、もういいや、みたいな。なるほど。まあ、そう言われてますけど、はい、あ、出ましたね。うん、反論、はい、どうぞ。いや、本当に。ほったらかしてるわけじゃないんです。私されました。だから違うんです。言い訳タイム。ちなみにその仲良く喋るのは、みゆは分かってるのね。それは確かに。やっぱり、初めて来た子に、どんな子か知りたいし、はい、仲良くなりたいじゃないですか。そう、向こうは緊張してますからね。ありがたいですよ、そういうの。本当ですよ、はい。だから、話しかけに行くんですよ。はい、結構、ガチで。いいさ、ガチでね。一番ぐらいに行くんですよ。はい、一番に、はい。で、行きました。はい、知りました。こういう子だ、理解できた、うん、で、ちょっとメンバー的に分かります、メンバーとして知ろうって思って、うん、知ったからちょっと満足みたいな。いや、分からないです。で、満足それで終わっちゃう。その子はもう仲良くならないみたいな。もちろんちゃんと話しますよ、普通に。まあ、さらちゃんから見てたら最初だけがーって言って、後のケアはどうしたのっていうクレームってことですね。そうなんですよ、はい。それはもう人の心もてあそんでんじゃねえかと。はい、私もされました。どうされたの最初は。さらちゃんって来て、はい、なんか上京してきた時に一緒に鬼ごっことか仲良くしてくれたんですよね、うん、でもなんか気づいたらだんだんなんか遠藤がいなくなってるみたいな、うん、なんか近くにいなくなってたなと思って、はい、どうですか、えんちゃん、それは。いや、本当にそうなの、本当に一番近いぐらいに近いですよ。どうですか、さらちゃん、それに対してお二人、せなちゃんとね、ももちゃんどうですか、はい、それ私されました。ほらやめたかは一緒にいたった。いや、違う、終了。人の心もて遊んでる事件、今のところね、遠藤悪いみたいになってますので、悪いんですか私これ。私もされましたと被害者が多数でございます、さあまだまだあるんですか、じゃあ、はい、あ、じゃあ行きましょう。ももかちゃんはどういったクレームですか、どうぞ。停電、くねくね事件。くねくね事件、これまた聞いてみないとわからない、どういうことでしょう。はい、遠藤美優はチアリーダーの最後の決めポーズあるじゃないですか、はいはい、でこうやってやるときになんか一人だけずっと笑ってるんですよ、なんかへへへへとか言って。いや、笑うじゃん。笑わない、だって普通に止まって。なんでみんな笑わないの。だってかっこよく決めなきゃいけないのに一人だけへへとか笑ってる。どっちなんですか。動いてるんです。すみません、振り付け的にはどっちなの。かっこよく決めないといけないんですか。普通にみんな止まってるんですよ。
はい、誰もパンパンパンで止まります。 あのスキヨーのところね、スキヨーデンデンデン、スキヨーのところね。止まってないんです、笑ってるんです。笑うのはいいじゃん、なんで笑ってたの。例えば待って、じゃあ一回セラちゃんちょっとあれもフリップ持ってあげて、ももかちゃんどれぐらいなのかちょっとお願いします。デンデンデン、スキヨーやります。いや自分でやってよ。デンデンデン、スキヨー。ほら動いた、くねってんじゃん。あ、違う違う、違う、ゆうちゃん今真似してるんだ。そう、真似してるだけだから。え、そういうこと。あの、すいません、ほら動いてんじゃんじゃないんです。違うよ、これあなたのモノマネをしたんです。モノマネほら動いてんじゃんで、ディスるのやめてもらっていいですか。逆にうち動いてないか、逆襲が下手か。え、これももかの場合じゃなくて、うちじゃない、違う、遠藤の場合はもうずっと笑って、一人で笑ってるんです。違うんです、ちょ、これには理由があって。なんですか、理由があってってことは、はい、ちゃんと笑って動いてるのを認めてるんですね。笑います、もちろん笑います、笑ってますね、うん、でもパンパンパンってやったらウィンクをするんですよ、うん、最後に。最後ウィンクね、みんなやるんですよね、はい、これ、うん、やってるよね、やってる、うん、そのウィンクがなんで今自分ウィンクやってるんだろうって。だってそういう振り付けじゃん。振りなのは分かってる。それは分かってる。それは分かってて、100も承知で、100も承知で、うん、なんでいいですよ、振り付けやってるって分かってるんだけど、なんで今ウィンクやってんだろうって思って、うん、頭が入れるんですよ。いや、どういうこと。やばいじゃん。だったら、だったら自撮りするときにウィンクするじゃないですか。それはずれてないじゃないですか。そうよね、止まってるんです。どう思いますか。そうですよ、ウィンクやるときにずれないじゃないですか。現像みたいなの違いますよ。じゃないですか。え、違うよ、多分エンドは目立ちたいんですよ、多分。終了。エンドは目立ちたいんですよ、もう関係なくなってきますから。くねくね言われてる。くねくね事件で目立ちたい事件ですね、ただの。さあ最後セラちゃん行きましょう。何ですか、どんなクレームがあるんでしょう。デデン、スポブラ事件。スポブラ事件どういうことでしょう。これ本当に言っていいのかわからないんですけども、はいはい、いいですよ、ちょっと今回言わせていただきます。お願いします。電波に乗っかってますからね、注意してください。楽屋でみんなで着替えてるときに、はい、こう、エンドがサササって来て、はい、サササって来て、サササって来て、こうやって、こう、スポブラの、ブラを、うん、スポーツブラね、スポーツブラ、はい、うん、二重にして、こうやって来て、ねえ、大きいでしょって言ってくるんですよ。私に。いや、これはすごいですね。おう、セラちゃんに言ってくる。私に言う必要あるか。結構みんなに言ってる。なるほど。みんなに言ってるんだけど。これ何ですか、エンド。なんか、衣装とかに、はい、ついてるんですよ。衣装とかについてる、うん。それで、来たらやっぱり大きくなって、あ、まあまあ、そういうスポブラとかもね、二重三重にしたらね、うん、大きくなるから、うん、嬉しいじゃないですか。嬉しいですよ。なんで何が悪いのか分かんないんですけど。いや、だからスナちゃんからしたらなんで店に来るの、はい、っていうことでしょ。わざわざね、そんな来なくてもさ、なんか自分のテンション上がって、うん、で誰かに言いたくなってみんなに言ったんですけど、うん、赤坂には特に言いたくて。なんでですか、だからそこ。あの、大人だから。あ、大人の人に見て、あの、認めてもらいたいの。子供に言っても変わらないじゃないですか、みんな。なるほど、同じだよって感じだから。セナちゃん言われてますよ、やっぱり大人に見せたくて、うん、タタタタどうみたいな。なるほど、サナちゃんそれ見てどう思ってるの。ちょっと気持ち悪い。終了。さあ、ということで3つの事件、ね、もうかなりクレーム、皆さんすっきりした顔されてますし、1人だけね、すっきりした顔してないですけども、いや全然、トータルで言うとやっぱりこのいろいろ反省することがあるということで、みゆちゃんにはですね、ここで罰ゲームをしていただきたいと思います。いや、やったー。もうこれはある意味裁判ですからね。裁判なんですか。これで。でも、まあ、すっきりしてくださいよ、この罰ゲームしたらね、3人は。はい。温かく見守ってくださいね、今後こういうことがあっても。はい、さあ、ということで、罰ゲームはですね、みゆちゃん。はい。この番組のエンディングで、はい。クロちゃんと一緒に、新ギャグを披露してもらいます。いや、無理です、それは。もう一緒に、あの、滑る時も一緒に滑る。受ける時も一緒に受ける。もうこれはもうその場ですから。クロちゃん滑るっていうイメージしかないんですけど。失礼だな、クロちゃん滑るイメージやめなさい。さあ、ということで、クロちゃんさんとネタ合わせに走ってください。お願いします、どうぞ。はい、行ってらっしゃい。リードカフェにいますんで。行ってきます。はい。いや、もう、なかなかね、こんなにみんなが心配してるとは思いませんでしたけども、金子さなプレゼンツの遠藤美優が将来失敗のコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、最後ね、逆どうなるのか罰ゲームも心配でございますが、さあ、リードカフェどうなってますか、アイビちゃん、そしてクロスさん。